えばの天照という方は、はい、まあ、ここからこうした後は吸って吸って吐いてるんですね。なるほど。で吸ってここで吸って吐いて吸って吐いて、あれは天照の通りにやると力が入ります。だからここは吸った方が強い、でもこれは吐いた方が強いんですね。吸った方が強い、吐いた方が強いんですよ。これは今度は五十流で腰の使い方なんですが、はい、雅幕といいまして、はい、日本の本土の伝統的な動きというのはこの軸があって、はい、軸を中心にこう動くんですね、はい、でも沖縄だと腰を使えという時には、はい、この軸というよりも雅幕、この腰をこうボールのようにこう使うんです、はい、こういう感じで、ですから三次元的な動きになります。ですからこの横の動き、あとはこの後傾前傾、後傾前傾ですね、はい、でこれに今度は関連してちょっと横から見ますね、はい、前傾させた時には水月がちょっとこう膨らむような感じですね、感覚的に。で後傾した時には水月がこうへこむような感じですね。だからこのへその真後ろ、これが日本武道でいう腰だと思うんです私は。なるほど。